世界保健デーは世界保健機関の講演を受けて毎年4月7日に挙行される世界的な健康啓発デーである。1948年にフーが開催した第1回世界保健総会において1950年から4月7日を世界保健デーとすることが決定された。世界保健デーはフーの設立を記念するとともに国際保険に関する 重要性の高いテーマに世界規模の注意を喚起する機会と捉えられている。この皮膚はその年のテーマに関する全世界的、地域的及びローカルなイベントを実施する。世界保健デーは公衆衛生問題に関心のある様々な政府や非政府組織に賛同されており、世界保健会議などは世界保健デーに活動を行ったり、 支援の報道発表を行ったりしている。世界保健デーはフーが公式に規定する八つの公共保健キャンペーンの一つである。残る七つは世界結核デーや世界予防接種週間、世界マラリアデー、世界禁煙デー、世界献血者デー、世界肝炎デー、世界エイズデーである。世界の糖尿病有病率、世界平均は2.8%。フーは 今年の世界保健デーのテーマを糖尿病とした。糖尿病は、非感染性疾患であり、十分に予防、治療可能であるにもかかわらず、多くの国で急激に増加している。標準体重を維持する、定期的に身体活動を行う、健康的な食生活を行うなど、生活様式を質素にすることは、新型糖尿病の予防や発病遅延に効果がある。 また発病後も診断やセルフケア教育、定額の治療を通じて抑制、合併症予防が可能である。ふうは世界に4億2200万の糖尿病患者がおり、糖尿病を直接の死因とする死亡者は約150万人に上ると推計している。2016年世界保健デーの目標は予防の拡大、治療の強化、監視強化である。 フーは2015年の世界保健例キャンペーンの一環として食の安全の向上を奨励した。安全でない食品は200以上の疾病の原因となり、子供を中心とする年間約200万人の死因と関連がある。食品生産や食品流通、接触量の変化と環境の変化、新たな病原菌、抗菌剤耐性アンチマイクロビアルレジスタンスといった。 ものすべては食の安全のシステムにとって対処すべき課題である。風は国家やパートナーと連携を行い、食中毒の流行を予防、発見、対処するための国際食品企画に沿った取り組みを強化している。このために農家から製造業者、販売者、消費者まで誰もが責任の一端を担っているという啓発を行い、日々の食の安全を保障するためには一人、 数との取り組みが重要だという意識を高めようとしている。熱帯島カカが媒介する大熱2014年世界保健例では、広く知られている媒介者のいくつかが取り上げられた。カヤヌカカ、虫、マダニ、カタツムジのような媒介者は広範な寄生虫や病原菌を媒介し、それらは多様な疾病の原因となる。例えばカワマラリアをはじめとして、デング熱や、臓皮病。 チクングニア熱、日本農園、大熱を媒介する。世界の人口の半数以上がこうした疾病の危険にさらされている。2014年世界保健デーの目標は、生物媒介感染症の危険がある地域の住人や、そのような地域への旅行者への保護を強化することだった。このキャンペーンでは、媒介病が現在、または将来的に、 公衆衛生上の脅威である国の衛生当局への援助としてより良い調査や保護の手段が紹介された。2013年4月7日に行われた2013年世界健康では静かな殺しや地球規模の公衆衛生危機器とも呼ばれる血圧上昇への対策を訴えるものだった。風によるスローガンはヘルシーハートビートヘルシーブラッドプレッシャーであった。風の報告では 予防も治療も可能であるはずの高血圧が、新血管疾患や脳梗塞腎臓疾患の負担に寄与しており、早期死亡や能力障害の主要因となっている。風は、大人の3人に1人が高血圧であると推計している。2013年世界保健デーの具体的な目標は以下の通りである。2012年世界保健デーは、 健康であってこその人生というスローガンのもとで実施された。ほとんどの国で平均余命が上昇してきていることで一層多くの人が医療を必要とする年齢まで長生きするようになった。その一方出生率は概して下降してきている。国と医療制度は人口動態の変化に対処する画期的かつ持続可能な方法を見つける必要がある。風化霊と 人生部門長、ジョンビアードの声明によれば、人口が急速に高齢化している中、正しい長期療のモデルを見つけることがますます、緊急の課題となっている。2012年世界保健デーでは、風お及び世界中の非政府組織や地域組織によって様々な活動が実施された。例えば、健康的な生活の一環としてのヨガの認知度を高めるため、ヨガ村が、 世界100以上の都市で行われ、数百万人が参加した。このイベントは、費用がかかりすぎる、慢性疾患の治療ではなく、その予防に焦点を当てたものである。2011年4月7日に行われた2011年世界保健デーのテーマは、薬剤体制の世界的拡大であり、高度体制微生物の出現を抑止するため、 政府や利害関係者による政策や取り組みを求めた。耐性微生物による感染が、抗生物質や抗菌薬などの標準的な治療に反応しなければ、疾患が長期化し、死亡リスクも高まる可能性がある。2011年世界保健デーでは、風は将来世代のために抗菌薬を確保する取り組みを世界的に強化するよう求めた。フーは、 抗菌薬体制の拡大と戦うため、次の6項目からなる一連の政策を提言した。十分な予算をもって包括的な国家計画を実施する。説明責任を明確にするとともに、市民社会の参加を促す。サーベイランスと検査室の能力を強化する。高品質の必須薬品が常に入手できるようにする。畜産用を含めて、 医薬品の合理的な使用を管理及び促進し、適切なケアが行われるようにする。食料を生産動物に対する抗菌剤の使用を制限する。感染予防と管理を強化する。新たなツールのためのイノベーションと研究開発を促進する。1000都市1000人の参加キャンペーンが展開され、2010年4月7日から始まる週に世界各地でイベントが実施された。 この運動の世界的な目標は以下の通りである。コネチカット州ハートフォードの病院2009年世界保健デーは緊急時における医療機関の安全と治療を提供する医療従事者の備えに焦点を当てた。災害時に危険にさらされている人々にとって不詳を手当てし、疾患を予防し、人々のケアを行う保健・医療センターとスタッフは生命線である。 脆弱な保険医療システムが災害時に完全に機能不全に陥り、即時的、長期的に公衆衛生を悪化させることは珍しくない。この年の世界保健デーキャンペーンでは、フーと各国の連携組織は、災害に強く緊急時に必要な処置を提供できる医療インフラに投資する様子よう強く求めた。また医療施設に対し、火災のような内部災害においても、 医療を継続できるような対処システムを整備するよう促した。2008年、世界保健令は、気候変動の悪影響から健康を守るとともに、環境や食品、エネルギー、運輸のような分野の開発を気候変動及び、健康と関連づけて考える必要性を訴えた。気候変動から健康を守るというテーマは、気候変動に関する世界的な対話の中心に、 保険問題を据えるものである。風は気候変動による世界的な公衆衛生管理への脅威が拡大しているという認識のもとにこのテーマを選定した。2007年世界保険デーの主要なメッセージは次の通りである。保険への脅威に国境はない。保険に投資し安全な未来を築こう。保険はセキュリティのもと、セキュリティの欠如は保険の欠如のもと。 十分な備えと速やかな対応で国際保険のセキュリティを改善しよう。世界保険機関は世界をより安全にする。極めて重大な医療従事者不足にさらされる国2006年、世界保険令は医療労働力問題を取り上げた。過去数十年にわたる全世界的な問題として医療従事者の育成や訓練、給料、労働環境、 管理に対する投資が十分ではないため慢性的な労働力不足が生じている。またこの日は医療従事者それぞれを賞賛する日でもあった。またこの日同じテーマに焦点を当てた風の2006年世界保健報告が発行された。この報告では世界の医療労働力問題が算定されており、それによると医師や助産師、 看護師その他の医療従事者が世界で約430万人、不足している。それに加え、この問題を解消するための総合的な施策を、各国や国際社会に対して提案している。ありがとうございます。